先生、永遠の命なんて本当に存在するのでしょうか？それを調べるんじゃない、助手2号くん。2号？僕はレイトン先生の一番弟子です。はいはい。世界で460万人が感動したゲームがついに映画化。この謎を解くのはあなただ。始まりは一通の手紙でした。行方不明だった私の親友が少女になって現れたのです。永遠の命をかけた謎解きゲームを始めます。永遠の命の謎解き。この謎を解いた者に永遠の命が贈られる。先生、この冒険は不思議な謎に満ちています。レイトン教授、最大で超難問の謎解きの冒険が始まる。僕が守ってみせます。女性を助けるのは当然さ、英国紳士としてはね。さあ、永遠の歌を。ダメだ、その歌を歌ってはいけない。映画レイトン教授と永遠の歌姫。最後に勝ち残った1名に永遠の命を。私、永遠の命を手に入れたの。え、はっ。